でっかい味来た。うん、アジ。爪にかかったらね、爪に、まあ、とりあえず OK ですよね。よし、立ち来ましたね。タチウオのナブラができてるからやめときがわからん。そうでしょ、下に湧いとったなんぼでも。これはこれで面白いから やってしまう。アジ、アジ仕入れるよ。
お、入った。いけ。外れました。多分映像ですわ。映像めっちゃいますね。なのなこれ。あ、翼。お、入った。入った入った忙しい。ちょっとまともなサイズ微妙そんなに引かないです。ギリギリ目白ぐらいです。よいしょ。あ、大丈夫ですよ。はい、
よいしょ。お疲れ様でした。なんか叩いてる。どうしたらいいのこれ。離した。エソかな。離した。待ったらいいんですか。嘘。今のゴンゴン、ゴンゴンゴンやったな。あ、ほんならもう置いとかな。そんなになったら絶対置いとかな。置いとこ。今、竿落ちかけ、落ちかけて、落ちかけて。え、止めてなかった。軽いからかな。押さえとかない。もったいな。じゃね、これ乗ってるよ、乗ってる。
お、ヒラメや。いや、すいません。やった。やった。ありがとうございます。やった。楽しそうやん。いやー、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。これヒラメにいいですか。ヒラメですよ。はい、じゃないですか。入ったの。うん。すごい。これ。よし、はい、ハゲちゃん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 。ごめんに、下顎、下顎貫通。はい、2匹。取れたかないさ。まだおった。はい。これで終わり。最後ちょっといいサイズやった。あんまり取りすぎはね、なんぼハゲちゃん言うても取りすぎは良くないです。湧いてる言うてもね。よいしょ。はい。キモパン。うん。ちょっとね、9時から12時はもう青物ノーチャンスでしたね今日は。ベートもいてるし潮も流れてるんでね、釣れるかなと思ったんですけど、うん、まあ、なんとかねヒラメがその時間に1枚釣れてくれたんで良かったんですけどね。朝マズメは良かったね。タチウオもそうやし、まあ、ツバスも多分いっぱい回ってきてたんですよね。結構当たりましたからね。はい、ということでね、メジロ と、タチウオとヒラメ とカワハギと美味しい魚ばっかり釣れて、まさに秋の一日っていう感じでしたけどね。よし、じゃあ今日は何言っとこうかな。ヒラメですね、やっぱね。帰ってヒラメいただきましょうか。よし、じゃあ片付けます。お疲れさんでした。